どうも、めちゃめちゃメッセです。はい、ということでね、今日はね、花咲ね、トークあるということでね、まあ、あのね、試合のね、甲子園のね、評価ということでね、ちょっとね、辛口評論、今日もやっていきたいと思うんですけど、まずね、このトークあるっていうのはね、ほんまにもうね、埼玉県で、ほんまにもう、ね、春もね、めちゃくちゃね、なんかね、もう強豪って言われてましたし、ほんでね、この夏はね、なかなかね、あの危ない試合も多かったんですけど、なんとかね、優勝したって感じで、正直な話、打力とかはね、めちゃくちゃいいと思います。はい。で、まあ、その総合的な評価で言うと、まあ、B ですよね。ほんまにね、打者とかはね、かなり、仕上がってますし、コンスタントにね、バッティングができるっていうのが、まあ、特徴かなと。で、なぜ B 止まりなのかっていうと、まあ、これ、投手陣ですよね。まあ、これね、右がね、2枚いるんですけどね、この上原君。ね、岡山くんっていうね、でまあこの上原くんも確かにいいんですけど、まあね、なかなかね、やっぱこれ翔平っていうね、高校相手ね、多分あれ読み方翔平だってますよね。あれ翔平くんもね、あのキングダムの翔平くんと一緒の字ですから、あの翔平っていう高校に対してなかなかね、危なっかしいね、試合やったんですよ。その最後に、ね、花咲徳栄がバーンってね、突き放したから、点差は空いてるんですけど、その、ね、試合とかをね、ほんま一球一球とかね、こう細かく見ていくと、ほんまに全然ね、徳栄が一方的に勝っとったかって言われると、そうじゃないような、ね、試合やったんですよね。で、何がね、勝敗をね、分けたのかっていうと、まあ、エラーなんですよね。だからそういうね、翔平、高校がやっぱりね、エラーの、あれでやっぱりね、流れを、だからそこの、エラーとかした後に、もうすぐね、流れをほんまに渡してしまったっていうのが、花咲徳栄の、前から勝因というよりかね、翔平の、敗因なんですよね。で、この徳栄の何がね、やっぱ上手いんかって思うと、試合のね、流れをつかむ。で、これはね、エラーとかじゃなくて、落ち着いてるんですよ。だからこれね、試合見とってはあったのが、徳栄が同点に追いつかれたんですよ。で、もう何点差か、3、4点差かな。結構ほんまにね、ビッグイニングで、追いついたんですよね。翔平はね、8回ぐらいに。で、もうそれイケイケで、ピッチャーもまあ焦るじゃないですか。で、ピッチャー焦って、ほんで同点に追いつかれて、ツーアウトランナー1塁やったんですかね、確か。ほんで、この時って結構点数も取られてますし、ピッチャー陣って、ピッチャーっていうか、まあ、そのバッテリーってどういう心境かっていうと、もうすぐアウト欲しいんですよ。ね。これすぐアウト欲しいから、どうするかっていうと、やっぱり置きに行くんですよね。ほんで、それで打たれてみたいなのが結構、まあそのね、あるあるなんですよ。だからやっぱり、そういう時に、このね、徳栄はね、どうしたかっていうと、一球ウエストをしたんですよね。で、やっぱツーアウトランナー一塁やったんで、1点入らないんで、このね、バッターランナーは、二投して、盗塁してね、で、それを刺してアウトで、で、そこで流れがね、一変に変わったんですよ。だからそのワンプレーってめちゃくちゃ大きいと思ってて、で、その次の回に4点取ってますから、ね、ほんまにそれがね、相手のね、流れをね、食い止めたと思いますし、もうそのキャッチャーが優秀というか、多分ね、そういうのを、その流れが今危ないとかを、やっぱチーム全体でね、分かってるんやなっていうのが、なんか僕の中では、あ、この一球のプレー、なんか地味やけどめちゃくちゃすごいなと、なんかその徳栄の、なんかほんまに野球の、なんていうんですかね、うまさっていうよりか、なんでこんなに落ち着いてんねやろみたいなね、感じなんか見られて、そこはね、めちゃくちゃね、すごいなと、ほんまに個人的に思いました。だからね、この翔平、高校も逆に言えば、あっこのタイミングで走るのなんて、もう普通なんですよ。ね、やっぱそのツーアウトランナー一塁で、ね、ワンヒット打ってもね、もうワンヒット打つのに、まあ、よくて3割じゃないですか。で、3割打ってもね、結局1、2塁にしかね、ならないってなると、ランナー2塁でワンヒットね、1点でね、そっちのね、方がね、絶対ね、確率高いじゃないですか。でもね、その結構打たれて打たれてで、まだね、相手の流れの時って、やっぱりキャッチャーとかは、ね、そのピッチャーの、その、早くアウト取りたいとかあるんで、一球ね、思いっきり外せないのを、やっぱ外しきって、ほんで、セカンドを完璧にアウトにしたっていう、あれが僕の中でもすごい感動やったんで、だからやっぱりそういう野球をできるチームって、意外とね、少ないんですよ。
だから逆に言えば、そうやって攻め称えてくる、ね、あの時に盗塁っていう、ね、手段を選んでくる、あの翔平高校もめちゃくちゃすごかったんですよ。でもね、その一枚上手を行ったっていうのが、ね、めちゃくちゃねレベルの高い、ね、話なんで、すごいなと。だからなんでしょう、あの大阪桐蔭とかってまさにね、そういう野球ができとって、大阪桐蔭ってね、なんて言うんですかね、じゃあ例えば1対1でこうずっとね、ローゲームね、点差のないゲームしとって、で桐蔭がね、ポンってね、1点取るじゃないですか、2対1で、うわ桐蔭は1点取られた、でランナー1塁ってなったらね、大体初球も走ってくるんですよ。でもやっぱりそのバッテリーはね、やっぱ遠いに1点取られたっていうので、そのランナーにあんまり集中しないんですよ。でそのランナーがね、いきなりね、セカンドランナーに行きますから、またね得点圏になってくるっていうね、そういうなんていうんですかね、攻撃のね、常にね得点圏に、ね、にランナーがおるっていうね、なんかすごいねサイクルをね、強いチームができてるんで、だから翔平高校もね、あっこでね、完璧にね走るのはね、ほんますごいと思いますし、でもね、だからその桐蔭とかも逆にそういう場面になってくると、逆に大阪桐蔭とかも一球外しますし、自分らがやってる野球なんでね、ね自分がね出すパンチの対処法っていうのはね、やっぱりねそのパンチを覚えてるやつはね、やっぱり、ね、分かるんで、どうかわされてきたかとかね。だからやっぱり、ね、それで桐蔭とかも一球外すっていうのを、やっぱ強豪校であればね、あるほどできるんで、だからやっぱりそこの細かいね駆け引きっていうのもすごいなと思いましたし、でね、やっぱりその一番痛いのは、これね、特あるね、まあ B 評価の、なぜね B になったのかっていうと、ピッチャーがね、これがね悲しいことにね、ピッチャーがねもう似たようなピッチャーなんですよね。ほんまにね、どっちが出てきてもね変わらない、この上原君と岡山君。だからこの右2人がそこまでいいピッチャーじゃないんですよ。まあ、いいピッチャーじゃないって言ったらね、あれがあると思うんですけど。やっぱりそのね打者とかは結構いい選手揃ってるんですけど、ピッチャーがやっぱりその結局打たれてまうんでね、でやっぱりその 3,4 点は絶対取られるってなってくると、やっぱりそのね、いくらね徳原打線でも 3,4 点をね毎試合ね取るっていうのはなんか僕はね難しいと思うんで、でましてやね、やっぱほんまにこうなんていうんですか、この甲子園レベルになってくるとね、ほんまにピッチャーの、ね、レベルも一気に上がりますし、確かに埼玉県でめちゃくちゃいいピッチャーをね、打ち崩してきてるねチームですから、確かに、バッティングはね、まあそんなにね心配ないと思うんですけど、でもって言ってもやっぱりね、バッティングなんてほんま打てて3割なんですよ。ほんで甲子園なんか行くとね、いいピッチャーなんでもう打てて2割8分やと思うんですよ、平均ね。ってなったら2割8分で3,4 点をね、取り切るっていうのはなかなかね難しいと思いますし、でやっぱりこのね徳原の打線はめちゃくちゃいいんですけど、この投手陣がどこまでね通用するのかっていうのが僕はね、非常にね楽しみかなと、なんかね徳原のピッチャーに関して言えることはね、全部ね球がね、まあ、その日だけかって言われたらねそうかもしれないんですけど、基本的にも球浮いちゃってるんですよね。でやっぱりそのね球がねローボールに、だから失敗がローボール、ローボールのピッチャーと、やっぱ高めにね、抜けるねピッチャーっていうのは、やっぱ高め抜けるピッチャーっていうのは結構ね、強豪校からするとね、ポンってね、高めってね、もう当たったら飛ぶんですよね。で、そのね、当て方とかをね、強豪校であればね、あるほどね、うまいんで、だからやっぱそこに対して、やっぱその失投なしで抑えれるかって言われたら僕は厳しいと思うんで、ね、せっかくいいバッターがいるんですけど、やっぱピッチャーの種類がね、少ない。だからそこで、ね、僕はね、負けてしまうのかなと、個人的に思いました。打力はほんまにね、めちゃくちゃいいです。でもその、ね、意外とね、名前ほど派手さのあるバッティングじゃなくて、しっかりね、チームバッティングをできる、打者たちなんで、だからね、そこの、なんかバッティングの、ね、違いはね、誤解しないように。だからまあ、2、3点は確実に、取れる打線ですけど、僕はね、3、4点取られるね、ピッチャー陣やと思うんで、徳原はね、今回は B 評価で、まあ、1回勝ってね、2回目では負けるかなっていうね、僕の中の、まあ、抽選次第ですけど、大体のね、実力とかで言うと、やっぱね、その辺かなと思いました。はい。ね、春の予選ぐらいまではめちゃくちゃ評価高かったんですけど、やっぱり甲子園のね、夏の、ね、大会になってくると、みんなね、強くなるんでね、だからそこに対して、まあ、断トツではないんですけど、埼玉県ではね、めちゃくちゃね、強かったっていう
埼玉県で優勝してきたのはほんまにすごいなと思いましたし、でもこの夏のね甲子園で言うと、まあ一結果出たらいい方かなとしびやみに思いました。はい、ということで皆さんの意見はぜひコメント欄に。それじゃあお疲れ。